はい、タイガーです。というわけで、本日ですね、ちょっと遅くなってすいませんね、動画投稿。はい、まあなぜかというと、まあ忙しかったんですけど、本当すいません。はい、でシエンティアでね、はい、しっかりスパルム引いてるんで仕打ちからいきます。はい、でここで、うん、いや今日ね本当に忙しくて、いやまあまあ友達とカラオケ行ってたんですけど、はい、まあカラオケ行った後ちょっとまだ別の友達と飯行って戻ってきたんですけども、もうそしたら気づいたらね、もう10時過ぎてたのよ。うん、まあまあ仕方ない、高校生だもん。うん、しかももう明日から補習になるって、午前だけで終わって、まあ部活もねちょっとして終わりなんで、まあ遊ばせてください。はい、まあでも結局ね、なんやかんや動画投稿も楽しんでやってるんでね、はい、まあ、そこもね一応やっぱ一回始めたことはね、やっぱやり通したいんで、はい、毎日投稿もねしっかりやっていきたいと思います。はい、でここなんですけど、まあ普通にヒプノスのね左上に置くのが盤面的にはめちゃくちゃいいんですけど、でもちょっとねそうしちゃうとコンボ2回受けることになるんですよ。コンボ2回受ければ逆に盤面取れるんですけど、まあでもやっぱヒプロスコンボ2回受けるっていうのはちょっとこの HP 的にね、あのナンセンスなんでやめましたよと。はい、なんですけどちょっとね相手の想像以上の火力に今驚いております。はい、でこれ左下 X 打ってしまうとスパルムの右に当てられて、あの左角から詰められてしまうんで、まあそこはないんですね。はい、なんでまあベルグレーで通るか、まあ D5なんですけど、まあ自分こっちを選択しましたよと。はい、でまあここの相手の選択肢としては角を取るかアルカド左に置くって感じですね。まあ、アルカド左の方がにアルカドの左にコンボ強くも置ければ結構相手的にはいいかなって感じなんですけど、まあぼちぼち強くも置かれました。でまあ正直もうここら辺からピンチなわけよ。うん、でアルカード取るかどうかなんですけど、アルカード取るときって相手がまあ角から来るとかじゃないですか。アルカード取ったら相手角から来るじゃないですか。ってことはまあコンボ強くも置きたいんですけど、 S がいないということで、まあ普通にね自分のアルカードの下かなって感じなんですけど、まあそしたら2ターンスキルの意識でいいかなって感じですね。はい、でまあ相手がどこに置いてくるかなんですけど、まあ普通にアルカドコンボつないでくるかなっていうのがですね。はい、まあつないできましたね。はいはいはい、でまあこれは普通に左下 X が無難だな。うん、なので左下 X に行きます。はい、であるとはいらない。でこれしっかり回復したいんで、もうデバフで関係なしに、はい、一応ウォルプターソンのデバフもあるんで、ここでねしっかり吸収も入れて回復も入れて OK、 4700戻して、いつの間にか毒がね1000を超え始めております。はい、でここで、まあ一応 B3 で相手コンボあるんですけど、で A5 でダブコン組めるね相手。まあでも A5 でダブコンはね、多分ウォルプタス同士で相手結構回復できちゃうんで、それはないと思うんですけど、あイグナーズね、はい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 、それ結構食らうね、痛いね。3000溜まってるのか、溜まってる、なるほど。でこれねイグナーズ取りたいんですけど、イグナーズ取っちゃうとちゃっかりねヒプノス動線開いちゃうわけ。アルカードも返しちゃうんで、イグナーズ返したら、うん、だからねそこのあのアルカード返せないわけよ。あのアルカード返すイコールヒプノスコンボ開いちゃうんで、なんでもうこれはちょっと盤面崩してでも、うん、こっちですね、盤面崩してでもこっちで、まあ、相手が強くも間にスパルムとね意識の間に来たら、もうこっちとら、名前忘れたわ、この緑のやつのね回復コンボ使って大回復ってとこなんですけど、ここであるとアルトで回復を封印されてしまいました。はい、この大ピンチです。そう、ただ回復引かないで、正直まだ相手1枚1000あるんで、殴っとかないとそろそろまずいんですよね。うん、だからまあ罠もあるんですけど、でも罠ってちょっと不確実すぎるんで、うん、でこれ普通に D1 置けば相手コンボ実はなくなるんですよ。うん、ちょっと自分もね最初これどこ置いてもコンボつながるくねって思ってたんですけど、これ実はつながらないんですね。はい、
ちょっとそこ自分ね結構甘かったっすね。はい、でこれでまあペトラ以外なら耐えるのかなって感じで、うん、ペトラ以外だったらとりあえずこのターンはしのげるですけど、さあどうなる。さあイシケが来る。イシケってことはとりあえず耐えたけど次飛ばせない。はい、なんでまあロックで守るしかないねこれ。ある罠2枚返しでもまあさすがに飛ばないんで、まあもうバイスで出ないことをお祈りですねこれ。はい、バイス出たら GG ですねこれ。うん、まあただあのヒュプノスなんで相手でまだメリッサ置かれてないじゃないですか。メリッサって実はバイセッシャなんですよ。うん、それがね結構肝で、メリッサってね最初ら辺のロックはねかいくぐ、ほらやっぱこういうことなんですよって、最初ら辺のロックをかいくぐることができるっていう優れものなんですけど、最後バイセの邪魔をするっていうなかなかな嫌な駒なわけよこれ。うん、で最後フリジアも引きまして、でもこれはね、はい、一応スキルだけ確認しておきまして、でこれでねもうフリジアで普通に飛ばせます。でこれ置いて一応ね最後まで回復して、これで大回復ですね。気持ちいいねこれ。で毒、はい、おかしい。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。